はい、皆さんこんにちは、栗之助です。 UFO キャッチャー大好きな栗之助がやってきたのはこちら、オタチュー新潟本店です。実はね、3月30日にオープンしたばかりの店舗です。場所はふるさと村の近く、元河内ですね。あれ、そもそもふるさと村の近くにオタチューあったじゃんって話なんですけど、そっちの店は今後新潟黒崎店となって、どちらの店舗もやっていくそうです。そんなオタチュー新潟本店に行かなければいけない3つの理由をお伝えいたします。まず1つ目は UFO キャッチャーの数、ガチャガチャの数が半端ない。なんといってもクレーンゲーム200台、ガチャガチャ500台はやばいよね。結構県内のゲームセンター行くけど、これはね県内最大級だと思いますね。はい、2つ目は県内初のね台湾キャッチャーがあります。なんだ台湾キャッチャーって言って初めて見たんだけれども、どうやら普通の UFO キャッチャーと違って掴んだら投げるらしい。とりあえず2回で100円なのでやってみようと思います。クレーンがねちょっと斜めについてるんだよね。でこれどうなるんだって押してみると、クレーンが斜めじゃなくて下に落ちてくる。あ、でも掴む、離す、なんだこりゃなんだこりゃなんだこりゃ。もう一回やってみようか。斜めにクレーンついてんだけど下に落ちる、上に上げる、取れない。もう一回だけやってみようか。クレーンが斜めだけど下に落ちてくる、掴む、離す、全然投げないじゃん。もう一回やってみようぞ。はい、掴む、掴んだ、落とす、なんだこりゃ、くそがくそが。マジでよくわかんないんだけど。気を取り直して3つ目、フードコートに美味しそうな食べ物がたくさんある。ドヒエモンが置いてあるんだよね。すごい美味しそうなねスイーツが並んでるのよ。溶けないアイスだったりとか、あとチョコバナナも売ってるんだよね。すごいよね、チョコバナナ売ってるんだ。でクレープも売ってるし、これすごいうまそう、トムとジェリーに出てきそうなチーズケーキ、超うまそう。はい、他にもチャイルドスペースがあったり、エビとかホタテの UFO キャッチャーがあったりと、いろいろとね見どころはたくさんあるので、ぜひね皆さんよかったら行ってみてください。お金が湯水のようになくなります、ここにいると。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。